中、木田から縦パス、ヘディングシュート、チャーエメレを使う上福本、こぼれ球、ループでいったエイブルの素晴らしいゴールが決まりました。5試合ぶりのゴールは出せませんというふうにコンサドーレは言ったそうです。ヘディングシュート、同点。長いボール、ワンチャンスを生かしました